はい、えー、と今回はね100戦100勝ネットビジネスというタイトルなんですけどもこれネットビジネスに限らないんですけどもまあ、100回やって100回勝つ方法ってあるんですよまあ、それがね、まあ、何回も言いますけども継続することなんですよねあの、まあ、私のこの動画を見てもらえば分かると思いますけどもうーんとなんかねいわゆるプロっていうのがどういう足跡を残しているかってことなんですようん私はねやっぱこう 情報発信のプロだというふうに思ってますんでやらせていただいてるんですけども、一日も休まないでしょ。朝昼晩やってるでしょ。で、それ苦痛に感じてないんですよ。努力もしてないんですよ。うん、なんですかね。なんか頑張らないといけないものってむしろ向いてないんでやらない方がいいかなと思うんですよね。そのぐらい思っちゃいますよ。向いてない、えー、頑張らないといけない、努力を積み重ねていかないといけないっていうものはもうクソくらいですね。私努力したこと一回もないですね。苦労したことも一回もないんですよ。 だから苦労話の語りようがないんで,すよ、うん、で苦労が美しいことだともあんまり思わないんですよねだから唯一なんかね、あのー、努力や苦労が実ったらいいなと思うのはなんかその稽古みたいなやつですよね、あのー、上達に苦痛を伴ってその苦痛の中から学べる世界ってのがあるわけですよでもそれはうんとお金に関わることにはなってこないかなと思いますよね あもっっと言ったらですねお金のために、うん、苦痛に耐えるとか言ってこれなんか単なる奴隷だと思うんですよ、うん。だから人を喜ばして自分も気持ちよかったお金も残ったでいいと思いますしそのストレスを感じながらする仕事ってもう嘘ですよねそんなものは。うん、そのお客さんによってストレスを受けるっていうのはそれは正しい姿なんでしょうかと。その苦痛に耐えたからお金をくださいっていうのはもう単なるね奴隷発想だと思うんですよ。 これねほんと多くの方にこんなことを、ね、言ってしまっていいのかなと思いますけどもうん本当に心からそう思うんでしょうがないんですよ。苦痛に耐えるその対価としてお金をもらうって奴隷の発想なんでお金をもらうんだったら自分も楽しんで喜んでお客さんもあこの人を楽しみながら自分に喜びを提供してるなって思っていただいた方が絶対いいですよね。だってお客さんがね例えば接客業でいいですよ接客業でお客さんがやってきてで接客する従業員さんが働くじゃないですか。 で、その夜、ビール一杯飲みながら仕事が終わったってって、いやー、客商売、ストレス溜まるわーっていうのね。なんじゃそりゃーと思いますよね。お客さん聞かせれますそういうの。私はね、あのー、熟成さんから連絡来るとむちゃくちゃ嬉しいんですよ。熟成さんのところに行くのもすごく楽しいんですよ。苦痛を感じることがないんですよね。だから、どんどんくださいみたいな感じですよね。どんどんください。嬉しいからすぐ返しますよね。動画で返しますよね、なんなら。会いに行きますよね。というのが私のプロ意識なんですよ。どうなんですかね。 なんか締め切りに追われてやるとかね納期に追われてやるとかうんなんかまあお客さんの幸せのために自分が苦しむっていうのはいいんでしょうかそれはそれは,それは皆さんいいんでしょうかまあいろんな考え方があるんでそれはそれでもいいっていう方はいるかもしれませんけども私が自分の人生を歩むんだったらいつも喜びと感謝に満ちあふれたそんなね道しか歩きたくないですしそういう姿しか見たくないんですよ。だからどこを見てもハッピーハッッピピーーですよね で、仮にもなんかその客のためにやってやってんだみたいなね。そんな気持ちは全然ない。さらさらないんですよね。うもう誰が例えばね。なんかあのどっかのお父さんとか言うかもしれませんよね。誰のために頑張って仕事やってると思ってんだとかってなんじゃ、それはと思いますよね。<laughs> いや家庭に帰ったら癒しがあるから、家庭が癒しの場であるために家庭の運営しているね。メンバーに、うん、苦労させないように。 十分稼いでくるのってなんか誇らしいことじゃないですかねじゃないかなと思うんですよねなんかだ誰かのために苦労するっていうのはある意味過去の美談ではあったんですけどもうんなんかねあこの仕事終わったらほギャラをもらえてあこれでなんかこんなプレゼントできるなと思ったら楽しく仕事できませんねいやと思うんですけどねなんか 苦労してやっと得,て得たお金を使われてもちょっとえなんか申し訳ないですよねそんな絞り出すようなね血の1円とか血の10円で、えーまあ、プレゼントかなんかされてもなんか申し訳ないなって気がしますよね僕はするんですよだから楽しく面白おかしく仕事をしていただいてでお客さんも面白おかしくなってみんなハッピーで誰一人嫌な思いしないっていうところに。 すぐはダメでも迎えると思うんですよで最初からいや仕事ってのは大変なもんだとかねあのもう諦めちゃうんですよねもう枠にはめちゃうんですよでそういうのは全時代的だなと思います農業とか工業中心でやってたことで今はねやっぱりこう皆さんがね自分の好きな仕事を選べるとかね得意なものを職業にできるとかそんな時代だと思うんですけどねまあということなんでこういう考え方が 百戦百勝なんではないかなと思うんですけども皆さんいかがでしょうかそれでは失礼します